115期の土田武です。一昨年の2月取手ので行われた全日本選抜競輪を生で見て、その時に競輪とはこのようなスポーツで、ここまで激しく、そして面白いスポーツなんだなと思い、その時に競輪選手になりたいと兄と2人で思いました。自分はやはり適正出身ということで、やはりパワーには自信があるので、その力を自転車によく伝えられるようにしながら、これから先その長所を伸ばしていけたらなと思っています。自分はもうゲームが好きなので、もうゲーム機を買いたいと思っています。自分もそれなりの自信があっていったんですが、周りの人たちのレベルが高かったことがやっぱり一番の驚きでした。体力があまりある方ではなかったので、日頃からの走り込みなどが一番辛かったです。まずは S 級に行ってから、そして最終的には兄弟でグランプリに出場して優勝することが目標です。選考選手でレースを盛り上げていくような選手になりたいと思っています。これからも応援よろしくお願いします。